チャンスをつかめるでしょうか。かえって鹿がという温泉旅館を、この地域のマスタープランのコンセプトに合った内容の温泉旅館を開発する予定で、今プロジェクトを進めております。手鹿ヶ町の川湯温泉に高級旅館の開業を予定している星野リゾート、今日名前が界手鹿ヶとなることが発表されました。白老町にある界ポロトを手掛けた建築家が入り、魅力的な施設作りを目指すということです。新しい時代に合った個人客ターゲット、そしてある程度のインバウンド比率を取れるように設計する、それを界手鹿ヶとしてプロジェクト進めてます。私は十分再生しうる場所だというふうに、それだけの希少な価値を持っている場所だというふうに考えています。この計画に地元では、これから川湯温泉良くなるっていう気持ちが芽生えてきたのかなと思ってます。一言で言うと楽しみですね。かつてのにぎわいを取り戻す絶好のチャンスをものにできるのか、川湯温泉の再生をひと掘りします。ひと掘り。古くから湯治場として栄えた道東手鹿ヶ町の川湯温泉、1990年代初めにはおよそ56万人の宿泊客が訪れた観光地は、今宿泊施設は7軒にまで減り、衰退の色を隠せません。そんな中で発表された星野リゾートの参入は、川湯温泉にとってまたとない希望の光です。この計画と並行して手鹿ヶ町は川湯温泉全体を刷新するマスタープランを作成、豊富な湯量を誇る温泉を生かした広場やテラスに、幻想的な雰囲気を取り入れた横丁など、20年をかけて地区全体を作り変える構想です。川湯温泉は少しずつ木々が色づき始め、これからの季節、紅葉の中で温泉川の散策が楽しめそうです。町を流れる温泉川を眺める遊歩道、今まで宿泊施設から出る配管がむき出しだった川を整備し、景観を楽しむ名所に生まれ変わりました。もう唯一無二といいますか、川湯温泉の顔であるべき川なので、川が温泉っていうのがすごい珍しいものなんだっていうのをね、僕らちょっと知らなかったんですけど、そんな貴重なものだったんだなっていう、改めてちょっと知るようになりました。地元が抱える危機感から生まれた再生計画、そこに星野リゾートの進出が加わり、期待は高まります。全国的にも有名な星野リゾートさんが川湯温泉に進出してくれるというのは、僕らにとっては大変ありがたいことですね。これを機に川湯温泉自体がね、みんなで頑張って盛り上がっていければと思ってます。宿泊施設も黙って客を待ち続けているだけではありません。地元で70年以上続く老舗ホテルは、廃業したホテルを買い取り、高級感のある別邸として新たにオープン。宿泊業にとっては商売敵であるはずの星野リゾートですが、町を挙げての歓迎ムードです。今まで地元資本だったり、そんな有名なホテルが出資してこなかった温泉地に、日本でも有数の星野リゾートさんが参入してくるっていうのは、我々にもいい刺激になりますし、全くマイナス点っていうのは見当たらないというふうに考えてますね。ちょっとまだ時間はかかると思うんですけど、子どもたちに胸を張って残せる温泉街にしたいなというふうに思ってます。はい、手鹿ヶ温泉街、皆さんは行ったことあるでしょうか。川湯温泉ピーク時はですね、1991年の56万人の観光客、去年は6万5千人にまで落ち込んで、毎年こう下がり続けているという現状があるんですけど、野宮さんは賑わっていた頃をご存知、はい、
家族旅行で道東ドライブ旅行でマシュアタン回ったら川湯温泉に泊まるという感じで、当時やっぱり大型のバスがバンバン来てて本当に賑わってたんですけど、10分の1に減って、でも今度星野リゾートが来て20年後楽しみです。20年後、計画壮大。イメージ図がものすごい素敵でしたね。ワクワクします。ワクワクしますよね。街全体を、こう作り変えるというかね、刷新しようということなんですけれども、でじゃあその中心にある旅館、2026年のオープンということで、ちょっとまだ先なんですけど、まだ具体的なところがあんまり出てきてなくて、今日会見で質問をしてみたんです、星野社長に。ただまだやっぱり決まってなくて、しかるべきタイミングでお伝えしますということだったんですが、一つヒントをもらいました、甲斐手鹿の整備にまつわってですね、山口県でちょっと先行事例があります。それをご紹介しますね。こちらを参考にするというふうに話をしていました。山口県長門市にあります長門湯本温泉という場所があります、ここも実はですね、一旦10年ほど前に底を見て一度衰退したところからにぎわいを取り戻したという場所なんですね。で2020年に星野リゾートの甲斐長門、これがオープンしているという場所で、写真見るとさっきのイメージ図のような、なんかそんな雰囲気がちょっとあるかなっていう感じ、森田さんありますよね、これね。右側なんかは川の、そう、川床がね、実は整備されていたりとか、そうなんですよ。星野リゾートが来れば良いってだけじゃなくて、町全体でこれ川床って川にね、メインの川の上にこう、なんていうの、足場を組んで、でこの上で過ごすっていう、素敵ですよね。なんか北海道で見られないですよね。そうですよね。でこの長門市も実は川湯と同じような状況があって、その団体旅行から個人旅行へってい こう時代の流れになかなか適応できなかったという文化があるそうなんですね。それで実際観光客の数も減ってしまった、で老舗のホテルも倒産してしまった、ちょっと危機的な状況、そこで星野リゾートを市が誘致したというような流れが実際にあります。で今ご紹介したけど、これ川床の他にも、遊歩道みたいなものを、こう整備して街歩きも一緒にこう楽しもう、温泉だけじゃない、そういったもの、飲食店とかいろんなものを整備して盛り上げていこうと。短期間で15万人ぐらい回復してるんですね。そうなんです。4年間で41万人から56万人に観光客も増えているということなんです。平野さん、こういう成功者とも言えるこのリゾート会社のノウハウを生かして町自体がこう変わっていくっていう例、いかがですか。いや、もう完全にノウハウだと思いますよ。例えばこの今回名称が甲斐手鹿がっていう、いわゆる手鹿がって漢字で書けるんですよね、でもやっぱりこう道外の人から見るとあれ読めないんですよ、覚えてもらえない、難読地名でもありますからね。そうです、まさに。でカタカナにするっていうのはやっぱりすごいセンスだなと思いますし、やっぱり星野さんもやっぱりチャンスがあるからそこに多分投資をするわけ で地元の人からすると、さっきもお話あったように温泉で川が流れてるっていうのがちょっとなんか珍しいんだっていうのを知ったっておっしゃってたんですけど、そういう自分たちに気づかない価値っていうのを外部の人がそうやって見つけてくれるので、道内いろんなところにまだまだチャンスはあると思います ね。手鹿がこの川湯温泉もメインの川があって、それをやはり大事にしていく、そんな計画がそのマスタープランという中心の計画があるんですが、そこにも明記されてましたんでね、この後どう温泉街街が変わっていくのか注目です。